シノさん、委員会活動にもだいぶ慣れてきたね。今日の話し合いで出してくれた意見、すごく良かったよ。ありがとうございます。一応、自分で立候補して学級委員になったので、これくらいは役に立たないと。立候補だったんだね。私と同じで、クラスの子や先生に勧められてなったのかなって思ってた。でもそんなにかっこいい感じじゃないんです。誰もやる人がいなかったから。それに私、その時はまだバンドもやってなかったので。理由は何であれ、自分の意思で手を挙げるってすごいことだと思うな。星野さんは責任感もあるし、気遣いもできるから、学級委員にすごく向いてると思う。これからもよろしくね、朝比奈先輩。はい、よろしくお願いします。